岡山県香川県には熱中症の危険性が極めて高いとして、現在熱中症警戒アラートが発表されています。こうした中、笠岡市の笠岡湾観拓地ではおよそ60万本のひまわりが満開となっています。夏空に向かって凛々しく咲くひまわりです。道の駅笠岡ベイファームに隣接する。3。ヘクタールの畑ではおよそ60万本のひまわりが満開となっていて。 暑さ対策を講じて訪れた人々が、思い思いに楽しんでいました。暑い,です暑いですけど、でもやっぱ天気がいい方が。綺麗なので暑さ対策ばっちりできました。今日の予想最高気温は、岡山が三十七度。高松と津山が三十六度と、猛暑日になる見通しです。環境省と気象庁は。 熱中症の危険性が極めて高いとして岡山県と香川県に熱中症警戒アラートを発表しています。